皆さん、私が今どこにいるか分かりますか？正解は日本の棚田百選に選ばれている神もみの棚田にやってきました。いやー、一面緑が広がっていて圧巻の景色です。自然が豊かで、今日ね晴れてますし気持ちいいですね。今日は神もみ弥勒農場協議会の貝読さんにご案内していただきます。お願いします。よろしくお願いします。それにしても立派な棚田ですよね。ありがとうございます。ここはね、日本棚田百選の一つ神もみ地区の棚田ですね、はいはい、ここは本当にあの代表的な棚田がね、あの美しいっていうところで、はい。ちなみに広さってどれくらいなんですか？そうですね、一目見てこの上から見たところでは、まあ、10ヘクタールあるっていうんですけれども、私たちが手掛けているところは1ヘクタールと3000を、はい、あの耕作してます。特にね、こう流線形が綺麗ですよね。構造改善されてないの、昔のままのこうなだらかな感じの曲線が美しい棚田って言われてます。今日はね、この素晴らしい棚田を見ながら、はい、とっても美味しいお食事をね、召し上がっていただけるところにご案内いたします。ちょっと気になります。早速お願いします。はい、どうぞ、はい、あのずっと私目線の先で気になってるんですけど、はい、この大きな竜は何ですか？これね、触ってみてください。これね、藁でできてるんですよ。本当だ、藁アートでって言われるんですけど、はい、ま、去年の11月30日にお目見えしたんで、だいぶね、ちょっと風格が出てきて色もねあの黒ずんでるんですけれども、はい、いや、もう立派ですよね。これ遠くから見ても目立ちますね。シンボルですね、あのここはね、竜神の里っても言われてるんで、はい、あの竜神様をね、シンボルのように作りました。これね、宝珠って言いましてね、願い事がすべて聞き入れられる、まあ、ドラゴンボールなんですけれども、これ持ってますでしょ、ちゃんと、はいはい、これ触ってください。これをね、触るとね、ご利益あるんですよ。素敵なアナウンサーに力なれますようにお願いします。気持ち入りすぎて大丈夫です。大丈夫です。はい、いや、なんか棚田をね、見守ってる、いや、本当そうね、はい、立派ね。こちらは棚田を見渡せる高台に立つレストラン、棚田テラスもみやんです。2021年8月、こちらの全面ガラス張りの飲食スペースを増設し、リニューアルオープンしました。ここに来られたお客さん、どういった反応ですか？まずね、入ってこられて、わーから始まるんですよ。わー素敵とかね、すごいとか、まあ、その声聞くのがすごくね、こっちも嬉しいですよね。いや、本当に綺麗な景色ですね。ね、あの全開放ですか、特にね、気持ちいいでしょう。はい、もう風がね、そうなんですよね、よく通るんですよね。皆さん、やっぱりね、お客様こうね、棚田のエネルギー感じながら、うん、それと風を感じながらね、うん、食事を召し上がっていただけるっていうのがね、私どもの売りですので、はい、メニューがこちらなんですよね。そうなんです、免疫力がアップするようなメニューが3種類、お米本来の味が楽しめるおにぎりセットや予約必須の発酵定食いったメニューがあるんですが、今日は8月から新登場のこちら、よもぎやしそが入っている和ハーブのカレーをいただきます。うん、いい香りがしますね。うん、どうでした？美味しいです。美味しいですか？はい、美味しい。やっぱり和ハーブで作るとちょっと独特な、いろんな味が重なってて深いですね。しかも酸味がちょっとあるので、この甘いお米がね、際立つんですよ。もちろんこの目の前の棚田です。棚田のお米です。貝読さんおすすめの和ハーブカレーは1500円でいただけます。本当に美しい棚田の風景ですけど、はいはい、昔からずっとこういった綺麗な景色なんですか？昔はね、ここを見ていただいたばかり、ここ耕作放棄地なんですけど、うん、昭和49年には綺麗な棚田が広がっていた神もみ地区、しかし地区の高齢化が進み、一帯が耕作放棄地に。今は神もみ弥勒農場協議会が中心となって一部を復元しました。棚田の復元って難しいんじゃないですか？そうなんです、とっても大変です。いや、時間もかかるし、きっと労力もお金も、はい、
かかるんですよね。かかりますよね。そこまでしてこの棚田を復元させたいと思った思いってどういったものだったんですか。やっぱり日本棚田百選の一つであってこの地区の誇りであるっていうことですよね。やっぱりプライドを取り戻すというか、やっぱりそれは地元の方はその気持ちは強いと思います。今後の夢、はいはい、この上もみの棚田をどうしていきたいって思いがありますか。やっぱりね、今復元はさせていただいて、これ一部ですから、はい、この上ずっとが昔は全部棚田だったんですよね。小さなところまで、やっぱりあそこの上の上まで復元したいですね。黄金の谷を取り戻す、その挑戦はまだ始まったばかりです。いや本当に最高の景色ですよね。実は私も行ったことがあって大好きなんですけど、うん、もうこれからの時期新米が本当にね美味しくてね、はい、もうそれも楽しみですね、はい、皆さんもぜひ行ってみてください。以上京都ピのコーナーでした。